どうも、うずです、新年明けて今日1月1日の深夜なんですけど、早速ゲームの紹介動画いきたいと思います。ちょっとね、デモの映像をこちらで垂れ流ししとくんですけど、こちらですね、あの PS4 で出るブラッドボーン、ちょっとね、ダークソウルに似た感じの印象のゲームなんですけど、SCE ジャパンスタジオとフロムソフトウェアの共同作品ということで、アクションロールプレイングの金字塔であり、今なお世界中で熱狂的な支持を獲得しているデモンズソウルを生み出したタッグが、プレイステーション4という最強のハードで描く完全新作アクションロールプレイング、それがブラッドブーンで、ちょっとふざけましたけど、まあ、要はね、主人公がハンターとなって、異形のモンスターたちをね、狩り続けるゲームになるみたいです。まあ、特になんか世界観は素晴らしい感じで、ちょっと暗いダークファンタジー系だね。でね、なんかね、出てくるモンスターもちょっとおどろおどろしい系がね、多いんだけどね、まあなかなかかっこいいですね。結構がっつりアクションやってるね。さすがにね、デモンズソウル作った人たちだね。でね、結構ね、銃とかね、そういったものも出てくるみたいなので、槍とか斧とか銃とか、まあいろいろある感じだね。いろんなプレイスタイルが楽しめそうですね。まあ、細かいね、詳細はまだ見てないんですけど、2015年3月26日発売ということで、初回ね、限定版もあるみたいです。ちょっとチェックしてみておいてはいいんじゃないでしょうか。プレイステーション4専用ソフトウェア、ブラッドボーン。ではまた別の動画で、バイバイ。あれ、このゲームプレイステーション4専用ソフトって言ったんですけど、うずさんプレイステーション4持ってませんね。できねえじゃん。